らっしゃいませ。Welcome to サムライズ・スピリッツ。どうぞ。はい、本日はこちら本マグロ、本マグロのハラカミ一番ですね。こちらを部位別に分けていきたいと思います。大トロ、トロ、中トロ、赤身と。はい、それではいきましょう。はい、こちらの本マグロ、漢字ではです。英語ではですね、パシフィックブルーフィンツナ。マグロはですね、もう寿司の代名詞、最もですね人気がある魚の一つです。それではこちらをですね、早速部位別に分けていきたいと思います。はい、はい、そしたらこちらをですね部位別に分けていきたいと思います。まあ、ちなみにですね、こう大トロになります。で、まあ、この辺りを、まあ、僕の中ではトロトロと呼んでますね。で、ここちょっと赤身とトロが混ざったところが中トロ、ここ赤身になります。で、この血合いは外しています。はい、ですね、血合いをこれですね、意外と簡単にここをなんか引っ張るようにしてもらったら、意外と簡単にこんな感じですね、意外と簡単にですね、こんな、ほらほらほら、こんな感じでちょっとちぎれるんで、ちょっと包丁であとはちょっと入れてやるみたいな。そうですね、感じです。はい、はい、続いてこちら骨をですね外していきます。しました。こちらはですね、これも後ほど使いますんで捨てずに取っておきます。こちらの赤身ですね、赤身の部分を切ります。はい、こちらが赤身になりますですね、赤身になりますね。で、後でまた綺麗に柵にしていきます。そうですね、ちょっと骨があるんで骨を取ります。ね、はい、こちらの薄皮を、To carefully remove any unneeded parts such as bones and skin. This careful work is the essence of making artistic sushi. ね。で、ここが大トロの筋、筋ですね。ここが大トロの筋です。ここはですね、料理に使いますんで、綺麗に外していきます。こちらですね。こちらが大トロの筋。これをスペアリブのように仕上げます。ここちょっと筋が多いんで、ここまあここ好みなんですけど、人によってやり方違うんですけど、ここはここを一回こんな感じで天井をですねきれいにしてあげやることでですね、その後これを柵にするときに形がいい柵ができやすいんで、これをします。これも後ほど使います。はい、これを中トロの部分からですね
柵にしていきます。ここですね、ちょっとこの指、大体指4本が一般的な寿司ネタの長さっていうんですけども、僕の場合はですね3本ちょっとなんで、寿司ネタの長さがですね3本にしたら、ここちょっと長すぎなんで、ここの部分、ここの部分で中トロ取ります。なんで、ここも、ここも、すいません、ちょっとここも赤身で使わせてもらいます。これ赤身ですね、赤身、これですね。 To get the best thickness for sushi, Tetsu makes horizontal cuts.が中トロの部分になります。ですね。そうですね。この辺あたりは中トロですね。もうここからトロ扱いします。では中トロを削減していきます。そうですね。だいたい分厚さ的に、指1本ぐらいがお刺身にも寿司ネタにも両方活用できていいのかなと思います。Next.Cut vertically with the same width to make tuna slices. ですね、中トロです。ですかね。赤身も入って、トロの部分も入った部分、中トロと言います。それでですね、もしこのこれがですね油で滑ってしまうんで、ここ包丁を入れた時にこれがグニグニ動いてしまったら、ちょっと柵が形が汚くなったりするんで、まあ、そういう時はですね、下にペーパーを引いてやって、ペーパーや布巾ですねしてやったら、してやることでこれが滑りにくくなるんで、柵が取りやすいです。スッと一回引きます。はい。でまだ中トロですね、これ。ですね。で、端っこですね、この、ここの部分ですね、ちょっと、波打ってるのが分かりますかね。まあ、ここ、ネタ打った時に、いずれにしろ削っ、きれいにして形を整えてやらなくちゃいけないんで、もう最初からですね、こんな感じで。綺麗にしてあげておきます。これももちろん使います。いいサイズですね。ちょうど指3本。いい感じのネタが打てると思います。ここですね、ちょっと先ほどの骨が当たりましたんで、はい、骨抜きで綺麗に骨を取ります。ここですね、骨です。で、このこれですね、ここを綺麗に包丁で形を整えてあげます。こんな感じですね。こうすることによってですね、より良い形がいい刺身だったり寿司ネタが作ることができます。もうですね、この辺りになってきたらもうだいぶ赤身の部分が少なくなってきたんで、もう中トロではなくてもはやトロ、僕の中ではもうトロという扱いに変わってきます。この部分分かりますかね。そうですね、中トロとトロの赤身の部分がもうだいぶこっちは少なくなってきてるんで、中トロと呼んで、まあもう、お前ギリギリトロの部位になってきました。はい、ここですね。ここ骨です。よっ、やってください。
はい、でこちらもこう綺麗にします。もうトロです。さあ、こちらはどう落としていきましょうかね。そうですね、ここまで。僕の場合ですね、あくまで寿司ネタとして大体活用するんで、柵を作るときはもう寿司をイメージして作ってるんで、まあ、寿司に合わせた柵の形になっていきます。まあ、人によってはですね、なんかもっとここが長かったり、ここが分厚かったりするんでしょうけど、僕はこれ、こういうスタイルになってます。ですね。もう、このまま縦でいきます。はい。おお、もはや、大トロに近くなってきましたね、大トロ。この布巾、引いたペーパーをこうやってこうすることによってこの油も取れて一石二鳥です。これですね、この黒いところはちょっと包丁できれいに取ってやってください。感じですね、薄く削るような。はい、こちらの大トロです。はい、赤身を柵にしていきます。ここはですね、ちょっともう後から削ります。こんな感じですね、赤身の柵です。 Blending artistic sushi shapes and making them into slicesですね、鉄火巻きとかそういうのに使います。ですね、ですね、まあ、テクニックとして、まあ、ここちょっと幅が広すぎるんで、ネタにした時にちょっと長すぎるんでですね、こういう時はですね、僕はですけど、あえてここでこんな感じに切ってですね、ここでネタを打っていくと。ここはほら長さがちょうどいいんで、ネタがこのまま打てるからですね、あのロスなく使える柵の取り方です。はい、先ほどと同じようにこんな感じですね。
で、赤身ですね。こちらが今回仕入れたマグロの赤身の部分のすべてです。ではですね、残りのトロと大トロを切っていきます。ここですね、多分裏側にこの血管っていうかこれが入ってるんで、ふいっちゃん、ほら入ってるんで、これを包丁できれいに取ります。まあ、ペーパー引いたらですね、ほんと滑らなくて、まな板も汚れにくいんで、まあ、結構僕は活用しますね。薄くですね、剥ぐような感じでしてください。もしですね、取りにくったらこういう骨抜きを使ったらシュッて取れますんで、こういう血管が。こんな感じですね。この皮とこの身の部分の間にある、まあ、筋なんですけど、ここはちょっとですね、硬いんで、ここもきれいに包丁で掃除してあげます。ここですね、この白いやつ。でもこれすぐ炙るとすっごい美味しいんで捨てはしません。で、ここもさっきの血があったところももう少しきれいにします。はい、こんな感じですかね。で、これを柵にしていきます。指3本ぐらいで、ここぐらいですね。あ、骨があります。失礼しました。ここですね、骨です。形をきれいに整えます。そうですね、あとこれだけの幅なんで、まあ、計算しますよね。3、3、3、これを3等分にします。ってことはここが狭いんで、こっちは若干狭めに、こういう風な感じで入れていきます。あと1本包丁を使うと、柵で言ったらこういう風な形ですね。はい、よし、お、別に こうしていってもいいんですけどね。で、3つ取ってもいいんですけど、まあ、こうします。はい、一応トロが OK しました。ちなみにですね、こちらは中トロなんですけど、ありますかね、この違い、トロと中トロ。まあ別に大トロって呼んでもいいんですけど、これだけ脂乗ってたら、まあ、僕はですね、
トロっていうのがあえて間に、大トロ、中トロの間にトロっていうのを置いてます。わかりやすいんでですね、そっちの。はい。こんな感じです。中トロですね。中トロ。はい。それでは、メインの大トロに行きましょう。ここですね、大トロ。蛇腹がありますね。ですね。切っていきます。はい。同じですね、大トロも中トロとかと柵のサイズは一緒です。こうして下を切ってやる。その時ですね、この白い部分、この筋のところがあんまりここに身に残らないようにしてください。ちょっと1個残しますね、わざと。それで取り入れて、これこの白い部分、これですね、歯ごたえがありすぎるんで、生で使う場合は引っかかる時があるんで、ここはきれいに、ここをきれいに掃除してやった方がいいと思います。まあ、炙りでする時はですね、ちょっとまた違うんですけど、すっごい美味しいですよ。はい、残りはとわずかです。ちなみにですね、最初にここからここにあったとしてですね、最初にここをここまでしたら、ここを縦に下ろすときにこれがグラ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 動いて、ここが波打ってしまったりするんで、できるだけまず縦に入れて下を剥ぐっていうようなイメージがいいと思います。で、ここは最後はですね、大トロの一番脂が乗ってるところなんですけど、もう背丈がないんで、もう横にそのまま、こんな感じですね。筋を落として、はい、はい、じゃあ大トロです。大トロの柵取りしたやつですね。こちらはですね、皮ですけど、すいません、使います。全部使います。特にここの部分ですね、これは焼いたりしたらすっごい美味しいんで、ぜひ使ってみてください。はい、本マグロを部位別に分けました。こちらから大トロ、トロ、中トロ、赤身、4種類分けました。どうですかね、見栄えっていうか、分かりますかね、この脂の乗りの違いが。大トロの筋、脂、トロ、程よい赤身とトロが混じった中トロ、さっぱり酸味を感じる赤身、それぞれお寿司の特徴がすごい変わるんで、ぜひマグロを食べてください。イエス、はい、これでマグロの柵取りフィニッシュ。Thank you for watching our videos on YouTube. We will upload videos every Tuesday, Thursday, and Saturday.
please subscribe to our channel and we look forward to your comments. Follow us on Twitter, Instagram or Facebook page. And check out our next video.